10月8日日曜日午後5時50分の日本海は小雨が降ってますけど、風がないので傘を差しながら撮影できてます。夕焼けがとても綺麗です。待てばまだ乗れるのかな、厳しいかな。もうこちらも無風で、午前中に乗った時と同じようなインサイドブレイクですね。なんかあの山のふもとにテントが見えるんだけどあそこでキャンプしとるのかな。水平線上の夕焼けがとても綺麗です。あ、ブレイクした。今そこにいれば乗れそうです。気温は18度ぐらいです。風はないですね。海にはまだブレイクするうねりが残ってます。明日どうですかね。アオサギくんとカラスが3羽飛んできました。干潟はこんな感じです。またアオサギが鳴きながら飛んでいった。わあ、夕焼けとても綺麗です。